ストロベリーフィールズフォーエバーストロベリーフィールズフォーエバーは1967年2月にビートルズが発表した14枚目のオリジナルシングル曲である。両英名シングル曲で片面はペニー・レインである。ローリング・ストーンの選ぶオールタイムグレーテスト・ソング5002010年版では76位にランクインされている。レノン・マッカートニーの作品 実質的には、レノンの作った楽曲である。リードボーカルは、ジョン・レノン。リバプール郊外にある、旧戦軍が運営する戦争個人、ストローベリーフィールド。こちらは、単数形のフィールドであるをモチーフにしているが、本人は、それが実在したという記憶はなく、架空の場所と、インタビューで答えていた。ビートルズのサイケデリック期における傑作として評価、されている。 この曲はイギリス版公式オリジナルアルバムサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブバンドの収録曲と同時期に録音されておりペニー・レインと共に同アルバムに先行する両 A 面のシングルレコードとして1967年2月にリリースされたこれら2曲は同アルバムには収録されていないが同年の米国キャピトルレコード編集によるアルバム マジカルミステリーツアーには収録された。既発売の正式テイクは2コーラス目の冒頭の歌詞、Let Me Take You Down, Cause, I ー m Going To の I ム m ゴー Going の間、CD では開始からちょうど1分のところであるで、演奏キーのさらにはテンポも全く異なる。つまり音域やコードが平行移動された2つのテイク、テイク7と26の 録音テープの回転速度を合わせて絶妙につなぎ合わせている。このため、テイク変更後はテンポとピッチ調整の影響で、ジョンの声が異なって低く太い声に聞こえる。こうなった経緯として、ジョンがシンプルな前半部か賑やかな後半部のどちらを取ったらいいか迷った挙句に、ジョージ・マーティンに両方のテイクをつなぎ合わせるように頼んだという物が挙げられる。ザ・ビートルズ・アンソロジー2で、 つなぎ合わせる前の前半のテイクのみのスルーバージョン、当時、演奏版が収録されている。イントロ部分に、当時の最新テクノロジー楽器である、メロトロン、ポールが演奏も利用されている。レコーディングには、かなりの時間がかけられているが、作者のジョン本人は、主にアレンジ面で不満があったようで、1980年のインタビューで、ヘルプ、や、アイアムザ・ウォルラスと共にもう一度、 レコーディングを行いリリースしたいと答えていた。プロデューサーのジョージ・マーティンによると、初めてジョンが目の前で歌ったアコースティックギターのみの演奏が最高だったと、10回ている。終盤のジョンの2回の言葉が、アイベリード・ポール、ポールを埋めたと聞こえると話題になり、ポール死亡説を裏付ける一員とされたが、ジョンによれば、クランベリーソース、クランベリーソーと言っているだけとのことだった。実際、 ザ・ビートルズ・アンソロジーに収録のこの曲のアウトテイクでもはっきりと2回クランベリーソースと言っているのが聞くことができる。1990年に A ポップダンスバンドキャンディ・フリップにより同曲がカバーされイギリスでスマッシュヒットした。なお、モチーフとなったストロベリーフィールド個人、旧成群子供の家はビートルズファンの訪問が絶えない場所であったが、 入居する小児が減少したことと、小児のためには、小児院よりも里親制度の方が好ましいとの、運営側の判断から2005年に閉鎖された。建物の存続も心配されたが、その後2006年10月、祈祷や、瞑想のための部屋を備えた、修道施設として、再オープンした。ストロベリーフィールズフォーエバーの、リアルステレオバージョンは、ビートルズの活動中には、 オリジナルフォームではリリースされなかった。ただし、アメリカでは1967年11月にリリースされたアルバムマジカルミステリーツアーステレオ版に収録された。英国では1973年4月リリースのザ・ビートルズ1967年から1970年が再となる。ただし、アメリカで発売されていたものとはミキシングが異なっていた。 CD では1987年8月にリリースされたアルバムマジカルミステリーツアーに収録された。当時のイギリスではシングル版はどのアーティストも同じ柄のレコードスリーブ、レコード版を入れる紙製の袋、レーベルの部分に穴が開いており、そこからどのレコードであるかを見分けることができる。もちろんデザインは各レコード会社によって異なっている。だったが、このシングルでは 初めてビートルズのメンバーの写真を使ったオジュナルスリーブが使われた。裏面には各メンバーの幼年期の写真が使われており、当時のイギリスでは大きな話題となったが、ヒットチャートの1位にはならなかった。その時1位になっていたのは、エンゲルベルト・フンパーディングが発表したリリースミーである。アメリカでは B 面扱いで、ビルボード、ビルボード誌では、 1967年4月1日に週間ランキング最高位の第8位を獲得。ビルボード市1967年年間ランキングは第92位。キャッシュボックス市では最高位10位。年間ランキング100位以内には入らなかった。アメリカでは100万枚以上のセールスを記録し、イギリスでは50万枚以上のセールスを記録している。なお、1990年には、 キャンディフリップのカバーバージョンがシングルリリースさ、前衛最高位、第3位を記録している。プロモーションフィルムはカラー映像で制作されており、当時としては珍しく演奏シーンの全くないものとなった。ペニーレインと2曲分が制作された。クレジットはによるもの。ビートルズその他ミュージシャン、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。